リューベックはドイツ連邦共和国の都市、シュレースビヒホルシュタイン州に属するトラベカワ沿岸バルト海に面する北ドイツの代表都市。かつてはハンザ同盟の名手として繁栄を誇り、ハンザの女王と称される。正式名称をハンザ都市リューベックという。ルベックの発音は標準ドイツ語ではドイツ語発音 DBK であるのに対し、地元では dbk となる傾向がある。人口は21万人。バルト海南西部のリューベック湾に面する海港を有するトラベ川沿岸の港湾都市である。面積214.14平方キロメートル、造船産業などでも繁栄した。ラウエンブルクまでエルベリューベック運河が通り、エルベ水系と広く結ばれている。約55キロ南西にハンブルク、60キロ北西にキール、 55キロ南東に、シュベリン、100キロ東にロストックが位置する。中世のリューベック上空から見た、旧市街地名リューベックは、この地の北約6キロメートルにあった、スラブ人の集落、ロービスに由来する。1143年、ホルシュタインクアドルフ二世によって建設された。1157年の火災により荒廃したものの、1158、59年に、 ザクセンのハインリッヒ志向によって再建された。ハインリッヒ志向は、都市発展がもたらす、諸領内への経済効果を考えて、進んで市民に特権を与えて、自治を推進し、北方の諸都市、諸国に死者を派遣して、通商協定を締結し、計画的に遠隔地商業を進行した。1226年に帝国都市となる。北海。 バルト海公益で一時期独占的な地位を築いたハンザ同盟の名手でもあった。裁判制度、司法の分野でもリューベックは大きな役割を果たした。すなわち、リューベック法はバルト海地域に広まり、約100都市がリューベック法を掲示し、リューベックの主法廷へと出かけた銀ゲンイン・ルベックズ・ハウテ・リューベック参事会は13世紀以降さらに、 判決非難アーテイルズシャルトの際の控訴審としても、機能した。商業の発展により、人口が増加し、1350年の人口は1万8000人、1400年は2万人、1502年には2万5444人を数えた。資産次回は1262年に、セイヤーコップ制度のそばに、ラテン語学校を設けた。 この学校の1370年頃の生徒の習字の後を留める老板が残されているが、その多くには商業通信文の草案が書かれている。ベルギーのブリュージュ等に現存する旧居が世界遺産に登録されていることからも知られている。ベギン会は俗人と同じように生活し、改律による教授生活を送ることのない半生半俗の修道士、 修道所の集まりであったが、リューベックではベニュー派の宿舎は5つあるだけだが、それぞれが大きくて少なくとも100人を収容したというから、全体の収容能力は500から600というところで、あろう。中世後期にリューベックで活躍した芸術家に、1460年頃にリューベックに移住し、1509年にリューベックで没した画家、彫刻家バーントの時計がいる。 彼は大聖堂のために勝利の十字架を作成したが、マグナラのマリア像がことに魅力的である。リューベック商人は、ノルウェーのベルゲンに召喚を築き、ノルウェーのタラを南に売却して、大きな利益を上げた。また、リューネブルクの岩塩を抑えたことで、塩漬けにしんでも独占的な地位を誇った。16世紀から17世紀にかけて、ハンザ同盟の衰退とともに、 リューベックも衰退していった。1800年頃の人口は4万5千人であった。中世ヨーロッパの都市では、朝の鐘、夕の鐘、主事の召集等の鐘が鳴らされたが、リューベックでは、シモンの平門を告げる夕の鐘の第二の鐘は、1864年まで鳴らされていた。1806年の新生ローマ帝国解体により、主権国家となるが、ナポレオン戦争に巻き込まれ、 1811年から1813年までフランス帝国に併合される。ナポレオンの没落に伴い1813年に独立を回復し、1815年にドイツ連邦に参加し、自由反座都市と認められた。1868年には北ドイツ連邦に参加し、1871年のドイツ帝国成立に伴い同国の州となる。 バイマル共和国時代も州の地位を保ったが、ナチス政権下の1937年にプロイセン自由州に並行され、同州の俗州であるシュレースビヒホルシュタイン州に編入される。第二次世界大戦中は空襲を受け、戦後はイギリスの占領下に置かれるが、ソ連占領地区に近接し、後配地とは鉄のカーテンに分断されることとなる。当時、 東ドイツからの10万人の亡命者により人口が急増した。その後リューベックは州の地位を回復することなくプロイセン州解体により西ドイツの連邦州に昇格したシュレースビヒホルシュタイン州の一部として現在に至る。トラベ川とトラベ運河に囲まれた島にある旧市街地は世界遺産に登録されている。旧市街地の入り口のホルス天文は ユーロ導入以前の旧50ドイツマルク紙幣の図柄にも採用されている。マルクと広場に面して黒レンガ作りの視聴者がある。その隣にゴシック様式の聖マリア教会がある。1251年から1350年にかけて建造されたレンガ作りの建物は1942年3月28日から29日の爆撃によって炎上し戦後再建された。 リューベックは何と言ってもトーマスマンの故郷でブテンブローク家の人々はこの町に住んだ彼の一族をそのままモデルにしたもの。聖火は以前は銀行の支店だったこともあるが現在ではマンの記念館になっている。旧市街地は運河が周囲に掘り巡らされていて船での周遊が観光の目玉となっている。1535年の船員組合がレストランになっており、 大航海時代の巨大な小船模型が天井から吊り下げられ、また壁面は様々な航海の様子を描いた油彩で飾られた中での魚料理はまた格別と評判。1280年にリューベックの商人らが困窮者と病気の人のために設立した医療福祉施設精霊病院は同種の施設としてドイツで最も保存状態の良い1260年建造の 中世の建造物の一つとされている。1504年設立の修道院を前身とする西安な博物館は数多くの彫刻祭壇を収蔵しているが、ハンスメムリンクの祭壇画やベルントノート家の彫刻も展示している。町の中心部から2 0トルほど離れたところにトラベミュンデというバルト海に面した海水浴場がある。ドイツ有数のリゾート地として有名で夏場は 多くの海水浴客で賑わうパノラマカメラによるリューベックの風景ありがとうございます。